どうもお疲れ様でございますこの動画はね舞姫大学のナミさんに向けた動画なんですけども多分たまたまこの動画をクリックした方にもちょっと興味のある内容かと思いますのでよろしかったらそのままご覧くださいえというのがね冬の暖房費の話なんですけどもえ実はね一週間ほど前から灯油を入れてとっても寒いんでねまあ一日中ガンガン炊いてるわけなんですよまあ雪が降るぐらいこの広島では珍しい寒さが来てましたんでね で、灯油を入れて大体ストーブ2台でやってるんですけども2日かででねねリットルなくなるんですよ、ね、そうなると本当にね頻繁に灯油を買いに行くようになって、まあ、1週間でね本当もう5回6回になってくるとすぐ1万超えるじゃないですかしかも一度に2缶取りに行く時もあるんでいや楽に1万超えるんですよじゃあこういう日々を送ってるとね1ヶ月で豆油代が 2万万ととかか3万になななるんんじゃないかなと思うんですね。で、エアコンもありますんでエアコンを利かしてもいいんですけども実はね私の感覚だとエアコンの暖かさよりも灯油のあったかさの方が早いし長持ちするんじゃないかなと思うんですよねエアコンをねずっとかけていてもどことなくちょっとねうすら寒いんですよねまあ私もこのように厚着はしているんですけどもそれでもねやっぱりね 足の底かから冷えるっていうんですかそういう感覚ってのは灯油であろうともエアコンであろうともあるんですよ特にエアコンの方はねなかなか足先まで温まらないんですよねそこでなんですけども雪国の暖房帯ってどのぐらいかかるのかなとナミさんは新潟にお住まいなんでね結構寒いと思うんですよで年末年始を通じて結構ね冷える時期が長いと思いますんでまあ灯油のストーブを使ってるのかどうか分かりませんけどもその辺りねなんか お考えとか体験がありましたたたらお聞かかせいいいだきたいかなっていうのとあとこれをたまたまご覧になった方でもねいやうちは灯油代こんなかかってるよとかねでそっか塾の塾生さんには北海道でラーメン屋さんやってる方もいらっしゃってまあ食べに行ったこともあるんですけどもその北海道の暖房代ってのもまたこれまたねすごいんじゃないかなと。で住宅展示場に行くことがあったんですけども北海道はね三重のサシとか言ってあの外の温度と中の温度をねもう完全に遮断するような形で保温効果を高めてるらしいんですよ。 そうなるとやっぱコストも倍とか3倍とか窓のコストがねかかってくるみたいなこともあったりいや暖房費って本当にすごいかかるなーってね今更ながら体験するところですねまあ、だから冬の時期にその暖房費の補助とか助成とかっていうのがあるんじゃないかなってことを聞いたこともありますんでね、まあ、どうなんでしょうかっていうところでございますはいじゃあ今回はねそんなところで失礼いたしますよろしく